北俊です。どうも、もとき。中尾。どうも。もうトランポリン場にいますけど。すごい。でもこのマットすごいんだよ。こちらトランポリンパーク、トランポン藤沢店さんに今来てるんです。お邪魔します。お邪魔します。ウォールトランポリンってあるじゃん。ある。こう壁上がってくみたいなやつね。あれどちゃくそむずいじゃん。めっちゃむずい。背中あみあみになるじゃん。背中、そうそう、肘のこの辺な。そうやり方わかるわ。ちょっと今日さ、とりあえずウォールトランポリンを、はい、ちょっと成功する絵は撮りたいな。低い壁でもいいから、うん、ちゃんとこう登れるようにやりたいなっていうので、ちょっと今日ウォールトランポリン教えてもらった後やりたいのがあって、まあ、でも初めてやる、エアリアルティッシュって知ってる？何だそれ。エアリアル、全然知らない。話せる、なんか軽いティッシュ。本当のティッシュではない。タナセレブのことエアリカルティッシュって言う。エアリカルティッシュ。エアリカル、エレクトリカルみたいになっちゃってる。エアリアルティッシュ。エアリアルティッシュ。エアリアルティッシュって言われたら多分あんまり分かんない。どうなの。俺もやったことはない。ただ映像で見たことある。ライブパフォーマンスだったり、動き今やる。俺ど素人だよ。上からこう垂れ下がって、うん、まとわりつくかのようにこう妖艶にやるやつ。そう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 。あれはね、ちょっとちょっとホールダンスに近いやつ。ああみたいなやつ。あれここできるんですよ。あれエアリアルティッシュって言うんだよ。俺も知った瞬間マジで言いたくなる。エアリアルティッシュ。俺ナオとダーマみたいな。確かに。ダーマのって感じ。古い古いんで。セクシー担当。いけるなと。でやっぱ歌を。カーテン切れない。たぶんやったら面白そうかな、うん、一つ聞くけどね、スタッフさんに、ね、ここの天井が耐えきれる。天井の心配、ま、120キロです。重すぎるからさ、ね、じゃあできればアンダホとダーマクエアリアルティッシュやってよりたら、はい、その前にまずじゃあちょっとトランポリンをやりましょう、うん、ということですね。まあ、今日はいろんなチャレンジがありますが、やっていきましょう、はい、お願いします。お願いします。こちらエアリアルティッシュです。これか壁掛けエアリアルティッシュだ。今はちょっとね休んでます。エアリアルティッシュ。今これトランポリンの上、まあ、さっきオープニング撮ったとこなんだけど、上あっちにさトランポリンあるから行こう。エアリアル、これもある。いきなりウォールトランポリンでいいんじゃないですかね。一応飛んだことあるもんね。トランポリン、トランポリンが一緒に来て青でさちょっと挑戦しよう。壁が青、ピンクで緑ってあるんだけど、まあ青やな最初。そうだよ、よく見ないんだそれ。逆再生みたいな。コツで言うと何になるんですかね。壁を蹴る練習。そうだね。ね。じゃあ一人ずつやる。そうだね。一人ずつやってみよう。これめっちゃ勇気いるんだよな。わかる。背中から落ちるってなかなかないよね。そう。けどちゃんと落ちたら本当ちゃんと返ってくるんだよ。怖いねやっぱ。怖いよね。久しぶりにやる。届かないってやつね、うん、これあるあるのやつや。あ、来た。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、来た。オッケー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 。勢い強。あ、でもいけたいけたいけた。よっしゃ、うん、とりあえず足ついたね。もう後ろに行くイメージはほぼなくていいんじゃない。あ、でもいいよ。あ、ダンス入ってるわ。いや、マジで楽しそうだな。楽しそうだな、こいつ。楽しそうやな。いやでもまずこの高さでも立てる気しないけどね。あ、ほんと。うん、登れる気はしない。まあ足ついたね。臓器への負担が。お前命がけだな。あー、大事大事、ここでやった。あ、いいよ、これだけはできるじゃん。え、いいよ、いいよ。あー足危なかった、足危なかった。ゴーおいおい、足痛い。大丈夫か。青でもちょっと難しいかもね、最初は。そっから難しい。あ、そっからね。あ、確かに確かに、感覚をね、掴むのにも。わけわかんなくなってるよ。おい、途中わけわかんなくなってたよ。お、お、いいね。いいや、足ついて、足ついて、足ついて。オーケーオーケーオーケー。うぅ、やばい、蒸気が。ノホも一応クリアだな。オールトランポリン、なんだかの初よ。初？結構最初怖いと思う、後ろに倒れるの。あの、バイーンってなって思いのほか前に行ったりする可能性ある。か、あの、その場で背中で跳ねるでしょ。うわ、危ない。ほらほら、そうそう、それになるから。あ、すごい引く。そう、だからそれになってたら今一発目で多分顔面あそこに打ってる。おー、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 あー、
でも早い空気読めない獅子落としみたいな。一応俺もやっとこう。おお、うまい。あ、大丈夫、これはいけそう。おお、じゃあみんなで青挑戦してみよう。はい、膝を軽く抱えるとその分背中が沈むので。おお、ほんと、なるほど、そこでバイーンになる。ああ、うわあ、うわあ、どうしてもさ、威力がちょっと弱くなってくるじゃん。まあそうだね、登れるまでいかないんだよね。そうだ、うん、膝なんだね。膝だね。にゃーん、にゃーん。ああ、そうだね。そうそう、合ってる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 けど、なんか知的に見えないんだよな。どうやらリズム感が大事らしい。あれ、なんかみんなちょっとできるようになってね、急に急に、なんかみんなちょっと良くなった。あ、顔いける、伸びろ。あ、惜しい。え、いいじゃんいいじゃん。え、なんかいけそうだけど。最後さ、存在を残さなきゃいけないみたいな。そうだね。気づいたらさ、離れてっちゃってる。そう。あー、首のクッションっていい。いや、これクッションにならないよ。甘く見んなよ、俺の体重は。確かにこれ、体を起こすのがむずいかもな。強く蹴ろうを意識して遠くになってってるから、上に行くイメージも大事だから。高いナイキボロボロじゃねえ。あいつ元気やな、なんかあいつ元気なんだ、反動が強く寝ようとするとやっぱ力が逸れちゃうっていうか、あ、余計なとこ力ある。そう、なんか右か左にね、いっちゃうんだけど、まっすぐ行けなくてさ、縁に足かかるぐらいまで行って上体を起こせれば青は登れるよ。こっちやった。あぶねー。急になんだよ。最初にビビったらどう。最初にビビったら雑魚ヤンキーだと思えばいい。威勢だけいいタイプ。ザコヤンキーにやられた。ザコヤンキーにやられた。俺のがやべえ。お前伸ばしてるんかい。いい、すごい。いいよ。あーあもうちょい前だった。もうちょい前。明日は曇りです。うわ、かっけー、この壁。行ってくれ。いいよ、よし、いけるか。おしたら乗ってた。いや、博物館の展示みたいな。いや、俺もびっくりした。やったーって感じじゃないの、めっちゃムカつくんだけど。うわー、いくぞーみたいな。あれ、うわー、あ、でも、あ、そこだ。うわ、クリアー。ゴー、あれ、いや、でもだいぶ高かった。いや、だって高さ分かってきた。クソリズム。クソリズムだ。グバーでかいした。なんでグバーってなんだよ。いいよ。あー、全然無理。やばいやばい。わー、楽しい。あー、エアリアルティッシュや。エアリアルティッシュ、はい、今一瞬だけちょっと準備運動してた方がいたんだけど、今んとこ人材ミスありますけど、はい、登り棒人生で登れたことがないかもしれない。あ、なるほど、じゃあ今日は登りましょう。おお。まずエアリアルティッシュってのは何なんですか。ちょっと見てもいいですか。あ、なんか適当にいいですか。うわー、すげえ。すごい。え、めっちゃ楽に登ってる。すごい、しかもなんか待って、登り方が美しく登るんです。辛そう。うわー、うわー、リアルだ。すげー。すごい
おお。クイズエアリアルブリッジ。あれやばない。腕の力も面白いんだけど足めっちゃコツっぽいよ。そう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 、すごい大事です。あーなんかむしろ腕はあんまり使ってない。小指からしなやかに持ったの。こっちでグッて握っちゃうとこのまま先端から、はい、なので小指からこっち入れると筋骨使います。ここでロックしていくのと、なんか絡ませて、はい、先生危ないです。先生をティッシュに差し上げたって今。危ない危ない危ない。そう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 。低い。そうですそうですそうです。うまい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 。おお早っ。そううまい。上手。おお。うまい。おお。うまい。うわ。できた。ありがとう。マリー。すごい。すごい。できるだけ高いと思った。持つのが意外と疲れる。全然エアリアルじゃない。あ、とっても低いですね。何が起きましたか。今低かった。それにしようかった。誰がお金払ってみんねん。うまい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 。すごいエアリアル。うわまだ回ってるの、まだ回ってるの、なんかすげえ回ったもんな。めっちゃ回るぞこれ。止まってる、止まってる、まだ回ってる。え？見てる時もすげえ早いじゃん。やるとマジで周り見える。紫だけ。これか。それだけだよ。マジで周り見えなくなるわ。そんな、だってそんなにぐるぐる俺たちからしてないんで。でもシルクロードの視点はやばい。やばいやばい。何してんの？死ぬすれの音すごかったよ。シュッ。2人目のスタッフさんがもう準備にかかってるんです。痛い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 。これ
いや本当に大変だなこれ。そう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 、ケツがいてうるせえ、うるせえ、うるせえ、うるせえんだよお前この想像でする痛みはくるくる回した後は縦に、おお、そうするとあの回転に。でも何がすごいって、フロップってそのまま下がるんですよ、最初の時って。で、シルクさんは下に上がるんです。そうっすね。これってフロップなんです。やっとぜきた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 、浮いてるような泡が、ありがとうございます。きた、回せ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 、あー真夏のジャンボリーYes のビッグメン待ってたぜすごいすごい、よくよくよくできた。え、どこどこどこえ、どこ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 京成線快速見るときあの感じになるよな。ああ、つ、ああ、津田沼ね。頑張れ。うえ、ちょっと待って、思い出した、思い出した、ぶねー、あぶね、思い出した、空中散歩するとかですね。あぶね、よいしょよいしょよいしょ、うまい、かけ、耐えて耐えて、真下にね、軸が降りた時に分かんない。軸が降りてで、キュンってなった時にね、どこ行く、すごい、どうやるわ。やっぱワンムーブワンムーブ丁寧だった。そう、早送り、世の中が早い多分あれやった人ちょっと過去に戻れるもうすでに盗んでくれてくださってる。あ、あ、フランコ、フランコ、なるほど、あ、確かに引っかかってるところもうすでに、なるほど、これ見える、うわぁ、ブロックができなくてもで、ここにあるから、本当だ、落ちない、本来はここから電池するんです。あ、飛び級だ、シルクさんみたいにそんな一気にできることないから。やった、飛び級だ。あのボルビックの一山分は履ける今。あ、すごいすごい、ダンスっぽい。おそう、はい、やったー、そのまま、そう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 、キモおい、あなたはどっち回りに見える右脳派か左脳派かのやつだ。いいね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 、すごいすごいすごい、さっきの俺やったやつできんじゃん。あれはまたちょっと違うよ。違う。まず多分登るっていうこと。あの高さまで登る、あの高さでさばいていくことになると、結構やっぱ機械の手順に作る。シェフだって年間やっても軽快だったからさ。腕の力じゃない。そう。初めてやる人が腕の力じゃないって言えないの。やったー、嬉しい。そこまでわからない。嬉しい。なんか引っかかるの。勧誘痛いっす、顔怖い、買いますよ、エアリアルの顔じゃないだろ。あ、やばい、やばい、やばい、お、すごい、すごい、すごい、口、口が口、はい、切ります、そう、俺なんか産卵、産卵期間、なんか産卵期間、なんか、ごめん、ついに、お前は踏めないの、ついに産んじゃったわ。産卵期間、産卵期間、産卵期間、強いから。でも今のも、あれこっちから出ると、くるーん、あ、でもゆっくりなんだよね、めっちゃ速い、やっぱ現代版、ぐる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 ってなると、本当に見える。結構逆さまになる、想像で、想像で想像で履ける。ヒップロックしたら逆さまの練習ができます。
あ、確かにちょっとやってみよう。うわ、待って、むずい。すげえ。うわ出るの出る、本当に一瞬でも頭が上がるとズズズって勝手に物理学んだ気にはなる。なんか視点とかさ、そういう力点とか、そこまで考えられないですよ、最初に。そんな感じよ。やってみて、あ、今ここで支えてるなってところから次のこと考えて、ここの視点ブラスト一気に落ちる。どう調子は。運動しすぎてさ、足が棒になるっていうじゃん。いいよね。それをさ、こうやってさ、まだ本当に限界まで運動し続けるとさ、足折れそうな感じになるけど、それが胸で起こってる。足じゃなくて、ここ走ってるわけじゃないの。ここの筋肉がやばい、体幹が。俺のエアリアルティッシュやるとき、バディさん笑ってません？なんかバカにしてますよ、俺のエアリアルティッシュ。めっちゃ笑ってんだけど。俺の真面目なエアリアルティッシュ笑うのよ、あれ。いやーもう見ないのは逆に失礼です。なんで今目そらしてる。逆さにはなってる。戻り方分かんなかった。ティッシュ一瞬逆さまになってたよ。なった、うん、一瞬だけちゃんとなってたよ。面白いことになってたから、面白いことも今言えないし。あ、でもね、あっちがね、あとちょっとなんだよ。ちょっともう時間も限られてるんですけど。いいよ。惜しい。すげえ進化しとるよ。らしいです。動画見てくれてありがとう。セカンダリー X インスタグラム、他にも動画もいろいろあるぜ。チャンネル登録よろしく。せーの、アユー宴だー。